はい、こんにちは。ワッチャンネルマハラです。はい、今日はですね、ベイブレードバーストの動画なんですけれども、久しぶりにエイシン君と一緒に撮っていきたいなと思います。よろしく。はい、ということで、今日はですね、こちらですね、ガチンコ改造ガイド11月版ですね、これを元に改造したものでバトルしていきたいなと思います。はい、まずはこちらですね、ノックアウトドラゴン、テンターンリボルブ、そうですね。はい、こちらはスタミナ系の改造ですね、うん、続いてこちらインペリアルアシュラダブルウォールキープですね。はい、こちらですねインペリアル覚醒済みでございます。この赤い歯もちゃんと出てますね、うん、全部覚醒してる状態ですね。初めてこれでバトルするんで強いか気になるところです、うん、最後にこちらプライムアポカリプスイグニションダッシュだね。そうですね。わ、これはすごいね、最強と最強って感じだね。無限ロックな上に電動ドライバーっていうね、すごいね、すごいですね、うん、じゃあ早速いつものアングルでシュートしていきましょう。私が使うのはこちらですね、ウィザード・オブ・ハムとダブルオークロスジョルトダッシュ、そうですね。僕が使うのはノックアウトドラゴンテンターンディボルブ、そうだね。はい、3、2、1。さあジョルトダッシュの、あー、左回転だから吸収されるかもな。そうね、レイヤーがウィザードは厄介だな。おお、結構やっぱりさすがディボルブのスタミナ。ちょっとどうなんだろう、当たんないと意味がない。あー、吸収している。あ、やばい、頑張れ。ドローで。3、2、1。さあ、いいよ、いけ。外した。でも、しゃあないかな。左回転でこのラバーついてるから、ちょっとアタック系ではないもんな、こっち。こっちはスタミナ系だから。あー、じわじわ奪われてるな。そうだ。ドロー。3、2、1。あー、激しく暴れたけど当たらなかった。あー、フィニッシュ。じゃあ僕はインペリアルアシュラダブルオーボールキープでいきます。はい。3、2、1。さあ、インペリアルはフル覚醒状態だけど、ロックがいかんでめっちゃ弱いね。うん。ちょっとやったけど。あー、やっぱり。3、2、1。ダメだよ。アシュラがね。いい感じで3、2、1。いいね。インペリアル頑張れ。ラスト。じゃあ最後に僕はプライマーアポカリプスイグニションダッシュでいきます。はい、3、2、1。ウケロックの電動アシストだ。来た。うわ、すごい。さあ回転して、ここから左回転になるか。左回転になる間に、あー、電動アシスト切れた。切れましたね。待機状態になっている。ドロー。3、2、1。さあ電動アシスト。さあ、だけど当たんないぞ。気がなさげ。あー、まずい。電動アシスト来るか。これはこっちの勝ちかな。こっちの勝ちだね。最後ちょっと動いたもんね。これはまだ生きてると言わません。3、2、1。一体で復活する。うわー、回っとった。僕はベイを変えてベッターです。ゼロボブエクストリームダッシュレベルチップ付きでいきます。はい、じゃあ私もベイ変えてノックアウトドラゴンテンターンリボルブソーでいきます。3、2、1。さあ、あー、当たんない。この子にはあんまり当たらないがいいでしょう。ディフェンス系です。ノックアウトドラゴン逃げて、うまく逃げて、やばいね。さあ、重い刺激。あー、この人まずい。重い。丸い、両方丸い。よっしゃー。3、2、1。うわー、スタミナじゃなくて、ディフェンスじゃなくてスタミナでした。すみませんでした。おっと、あら、噛んだ。ほらほら、あれすー。あー、アセサー、1回ぶつけるけど、ここでよし。あ、ドローか。ドローだね。3、2、1。さあ、もう激しい当たって、続いて、インペリアルアシュラダブルウォールキープでいきます。3、2、1。さあ、ちょっと緩めにシュートしました。3、2、1。怖い。
耐えた、強く耐えた、強く耐えた、耐えられなかった。スリーツーワン、耐えろ、逃げろ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 、耐えろ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 。はい、じゃあ最後に私はプライムアポカリプスイグニッションダッシュでいきます。はい、じゃあ電源を3、2、1。さあここから電動いきます。さあ行きます。うぃーカウンター、3、2、1。あらわわわわわ、あ、来た来た来た、ジェット、ジェット、もろとも破壊してやる。さあ反対回転だった、反対回転。はい、ということで今回はベイブレードバーストのガチンコ改造ガイド11月版で遊んでみたんだけど、これ初めてと言っていいんじゃないかな。この改造全部弱い感じ、怖いね、うん、特にこれインペリアルアシュラね、うん、まあうちのアシュラがちょっとロックがねもうヒョロヒョロだったのかもしれないけど、うん、異常に弱かった、ね、せっかくのインペリアルレイヤーが、うんね、このフル覚醒状態なのに力発揮できなかった、うんうん、ね、うん、でもこれの最後のデッドハデスのアタックはすごかったね。すごかったね、面白かったね。今度のベイはなんと12月26日クリスマス以降の発売。ほぼマジ結構先なんだな、うん、超万能バランスベイだ。そうだね、ランブ18も出るみたいな、アシュラかな、ね、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画はいつもんと混んでてますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中だったらよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。